はいどうもこんにちは。今日はですね、 USB ハブの製品をレビューしていこうと思います。今回はこちら、皆さんご存知の U グリーン、めちゃくちゃスペックの高い USB ハブだと思います。それがこちらのモデル、レボド USB-C ドッキングステーションという製品です。すでにこのシリーズはいくつか展開されていますが、今回のモデルはの USB ハブということで、拡張性がとにかく高いのが特徴です。では実際に開封して使ってみて、どんな製品なのか紹介していきましょう。それではいきます。まずは開封です。オープンすると本体が入って、こちらが今回の USB ハブ本体です。結構大きめではありますが、質感と高級感はしっかりあります。スペースブラックに近いカラーリングで、外装はアルミになっているので非常に質感が良いですね。重量も測ってみたところ、約 145g でした。十分持ち運び可能なサイズ感だと思います。ガジェットポーチにも問題なく入るでしょう。やっぱりこういう USB ハブはパソコンで作業する方にはぴったりな製品ですよね。僕が使っているのは MacBook Air ですが、もちろん MacBook Air のような拡張性が低い製品でも、こういうハブがあると作業効率が一気に上がります。では仕様を見ていきましょう。ケーブルは最初から装着されていて、この USB Type-C を PC に接続して使います。これ1台で USB 3.2 Gen 1対応の USB-C ポートを、 HDMI 4K60Hz が2つ、 USB-C 3.2 が2つ、 USB-A 3.2 が2つ、さらに 100W PD 対応充電ポート1つ、 SD カードとマイクロ SD カードスロット、そして有線 LAN ポートに拡張できます。合計10ポートを同時に使えるので、拡張性はめちゃくちゃ高いです。ただし USB-C ポートは映像出力には対応していないので、その点は注意してください。では次にディスプレイ出力について。このドッキングステーションは最大 4K60Hz の解像度で2台のディスプレイに接続できます。両方の HDMI ポートを使えば、鮮やかな色と驚くほどのディテールで映像を楽しめます。動画編集や写真編集、コンテンツ制作にも最適ですし、もちろん映画や動画視聴にもぴったりです。次にデータ転送性能です。USB-C ポートと USB-A ポートは最大 10Gbps の高速データ転送に対応しています。これによりキーボードやマウスだけでなく、 USB メモリや外付けハードディスクを接続して数秒で HD 映画を転送することが可能です。最大4台までの USB 機器を同時に接続できるので、周辺機器をまとめて接続したい方にも最適です。ただし USB-A と USB-C のポートは映像出力には対応していません。映像を出力する場合は HDMI ポート2つのみを使う必要があります。続いて充電性能を見ていきましょう。このハブには最大 100W のパワーデリバリー急速充電に対応したポートが搭載されています。パソコンや USB PD 対応の機器を接続すれば、超高速で充電することができます。しかも充電しながら他の機能も同時に使えるので、仕事や作業中でも電池切れの心配はありません。さらに有線 LAN にも対応しています。最大 1000Mbps の高速通信が可能なので、安定したネット接続でオンライン会議やゲームも遅延なく楽しめます。そして SD カードスロットとマイクロ SD カードスロットの搭載、デジカメで撮影した写真や映像を素早くパソコンに取り込めます。このハブ1台で映像出力、データ転送、充電、ネットワーク接続、カードリーダー、全てがカバーできます。そして安心の24ヶ月保証付きです。購入日から24ヶ月間しっかり保証されます。ただし故意の破損などは保証対象外となるので、その点だけご注意ください。まとめると、この 10-in-1 USB-C ドッキングステーションは、映像出力、高速データ転送、 100W 急速充電、ギガビットランカードリーダーが全部揃った最強のオールインワンモデルです。これ1台あれば作業効率は間違いなくアップします。PC で Type-C ポートを1つ使ってしまいますが、このハブ経由で充電もカバーできるのは嬉しいですね。特に MacBook Air のように Type-C ポートが少ない場合にはかなり便利だと思います。HDMI ポートも2つ搭載。さらに SD カードスロットとマイクロ SD カードスロットもついています。さらに優秀なのは有線 LAN ポートまであること。やっぱり Wi-Fi より有線接続の方が安定して早いですから、これはありがたい。映像出力に関しては HDMI で最大 4K60Hz 対応です。 4K ディスプレイなら2台同時接続可能なので、 MacBook Pro や MacBook Air でデュアルモニター環境を簡単に作れます。実際に使ってみました。うちでは普段結構高額なドックを使っていますが、それと置き換えて試してみました。基本的な使い方としては、 MacBook Air に1本ケーブルをつなぎ、外部モニターや周辺機器を接続、さらに有線 LAN でネットも安定接続、 HDMI で映像出力はもちろん問題なくできました。ただサンダーボルト接続で映像出力、給電を同時にする機能は今回試した環境ではできませんでした。ここは HDMI で対応する形になります。このハブは UHS-II には対応していないので、本来の速度より落ちています。
なので最高速を求める場合は専用リーダーを使うのが良さそうです。ただ普通に使う分には十分な速度です。まとめるとこの U グリーンレボドック10インは持ち運びタイプの USB ハブとしてはかなり拡張性が高いのが魅力。10個のポートで HDMI2 つ、有線 LAN SD カードスロット、そして PD 対応の Type-C ポートまで揃っています。外出先でモバイルモニターを使うときにも便利ですし、自宅でもしっかり活躍します。気になる点は SD カードスロットが UHS-2 非対応なところ、でもそれ以外はほぼパーフェクト。価格もコスパが良いと思います。ここからはちょっとプラスアルファで、このドッキングステーションの便利な使い方や細かいポイントを話していきます。やっぱり気になるのはどんな人にこのハブが向いているのかっていうところですよね。一番おすすめなのはノートパソコンのポートが少なくて困っている人ですね。特に MacBook Air や薄型のノートを使っている人にはこれは本当に救世主だと思います。だって Type-C ポートが2つしかない。MacBook Air で充電しながら HDMI 出力したい。さらに USB メモリも挿したい。ってなったら普通はもう足りませんよね。でもこのレボドックドッキングステーションがあればその問題は一気に解決です。それから出張やカフェ作業が多い人にもめちゃくちゃ便利です。これ1台カバンに入れておくだけでどこでも快適な作業環境を作れます。例えば出先で大きなモニターを借りてデュアルディスプレイで作業したいとき、さっとつなげばすぐに使えます。外付け SSD で動画編集をする人にもぴったり。最大 10Gbps の転送速度で動画ファイルやロー画像もスムーズにやり取りできます。次に 100WPD 急速充電についてちょっと詳しく話しておきます。このハブを介して充電すると PC だけじゃなくてスマホやタブレットも同時に充電できるんですよ。例えば MacBook Pro や Air に電力を供給しながら Type-C ポートで iPad を充電、さらに USB-A でスマホを充電するなんてことも可能。電源周りがすっきりするのでデスクも綺麗に保てます。次はゲームや動画視聴でのメリットについて、 HDMI ポートは 4K60Hz に対応しているので Netflix や Disney Plus みたいな動画配信サービスも超綺麗な映像で楽しめます。スイッチをつなげて大画面で遊ぶこともできます。さらに有線 LAN ポートがあるのでオンラインゲームでもラグを気にせずプレイできるのは本当に嬉しいポイントです。あと意外と重要なのが発熱対策。アルミボディなので放熱性能が高くて長時間使っても熱くなりにくいんです。高負荷な作業をしても安定して動くので安心感がありますよね。最後にこのハブを選ぶ上での注意点をもう一度おさらいしておきます。 USB-C ポートは映像出力には対応していません。外部ディスプレイを出力したい場合は必ず HDMI ポートを使ってください。あと MacBook Air や M1 や M2 や M3 モデルでは外部ディスプレイは1台までしか拡張できません。ここは Mac の仕様なのでこのハブの問題ではない点に注意してください。というわけで追加情報をたっぷりお届けしました。このレボドック10インワンは仕事にもエンタメにも使える、まさに万能ドッキングステーションです。ぜひあなたの PC ライフをもっと快適にするために気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで今回は U グリーンのレボドック10インワンのレビューでした。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。